平和大野球場。平和大野球場は、かつて、福岡県福岡市中央区にあった野球場で、プロ野球三球団が本拠地としていた。1949年に建設され、1997年に閉鎖された。1948年、福岡県で第三回国民体育大会が開催された際、福岡市の中心地にある、舞鶴公園、福岡城市、 陸軍第12師団不評、第24連隊跡地に、陸上競技場、球技場2面などを要する平和台、総合運動場が建設される。当時の連隊跡地は GHQ に接収されていたが、国体の準備委員長を務めた岡部平太が GHQ 相手に何度も接種を行い、その際に連隊跡地をスポーツによるピースヒル、 イコール平和大にしたいと語ったことなどから接種は解除され、運動場が作られることになった。1949年12月18日に、球技場の一面、国体でサッカー競技が開かれた場所を作り替えて、平和大野球場が完成した。総工費は3000万円。1950年にプロ野球に参入した。 パシフィックリーグの西鉄クリッパースとセントラルリーグの西日本パイレーツの本拠地球場となった。翌1951年に西鉄と西日本が合併してパリーグの西鉄ライオンズになるが引き続き西鉄が本拠地とした。会場当時はナイター照明がなく試合中に日没になった場合は球審の判断により試合打ち切り進行状況により コールドゲーム、または、ノーゲームとすることになっていた。1952年の平和大事件をきっかけに1954年、ナイター照明を設置している。1953年8月29日、中西太氏が本球場のバックスクリーンをはるかに超える、推定飛距離160メートルの本塁打を放ったことで話題になった。1954年のリーグ初優勝から、 西鉄ライオンズの黄金時代が始まり、豊田康光、中西太志、大下博稲尾和久、1956年入団らを要した、チームは1956から1958年に、読売ジャイアンツを下し日本シリーズ連覇を果たしたが、特に1958年は3連敗の後の、雨天中止が引き金となり、奇跡とも言われた4連勝を果たした。だが、 本球場はスタンドが低い上に芝生、どもり席も多かったため優勝チームの球場にはあまりふさわしくないという意見が出てきた。1956年には球場改装を求める看板が球場前に立てられたりファンの署名活動が始まるなど球場改装への期待が高まった。そのため1957年のシーズン終了後から全面改修工事を施し スタンドの全面座席化を実施。1958年4月26日に竣工した竣工が開幕日に間に合わなかったため、同年の開幕戦からの西鉄主催試合は、小倉市営球場、現北九州市民球場で4試合、久留米ブリジストン球場と大無田園名球場で各1試合を開催。総工費2億5000万円。 1969年に起きた黒い霧事件によって、西鉄ライオンズは多くの選手が永久追放などの処分を受けたことで、成績は低迷。西鉄は経営意欲を喪失していった。1973年、当時ロッテオリオンズのオーナーだった中村長吉によって、西鉄球団が買収され、福岡野球株式会社が設立。さらに、 球団の命名権が売却されて1973年から1976年は太平洋クラブライオンズ1977年から1978年はクラウンライターライオンズとなるも黄金時代の輝きを取り戻すことができず観客動員も大幅減少に陥る1978年10月福岡野球は西部グループに買収されて 西武ライオンズとなり、本拠地を埼玉県所沢市の西武ライオンズ球場、現、メットライフドームに移転。これにより、福岡を本拠地とする、プロ野球球団が亡くなった。福岡のライオンズ最後の平和大の試合は、同年秋、新シシナティレッツを迎えた、日米野球、大巨人、クラウン連合として行われ。ライオンズ移転後の1978年12月。 福岡市と地元企業による第三セクターの工業会社、平和大野球株式会社が設立され、本拠地球団な基本球場での公式戦開催を支援した。翌1979年には2億6000万円をかけて、グラウンドを西日本発の全面人工芝に一新している。このような取り組みにより、1979年以後は、主に西武ライオンズ。 1979年は主催10試合を含め17試合模様し、特に5月にはホーム扱いでの近鉄バファローズ戦7試合、8月にはビジター扱いの近鉄戦と日本ハムファイターズ戦、並びにホーム扱いの阪急ブレイブス戦が各3試合ずつ、イコール計9試合がそれぞれ集的に開催されたを中心としてプロ野球各チームによる公式戦が 年間20から30試合程度開催された。ちなみに、この間、本球場で主催、主観試合を開催しなかったのは中日ドラゴンズのみだが、これは原則として中日新聞、北陸中日新聞も含むの販売エリアで主催試合を行うという同級団特の暗黙の了解が影響したと考えられる。また、広島東洋カープは公式戦での主催試合は、 行わなかったが、1981年3月28日に、オープン戦で主催試合、対近鉄戦を開催しているた、出展、読売、新、岡山版、1981年3月28日、テレビラジオ欄。広島ホームテレビが、中継、1984年の日米野球で、ホームゲーム扱いの試合を開催した、ただし主催は、読売新聞社だった。 なお、読売ジャイアンツの主催試合は、読売新聞社、放置新聞社、スポーツ放置、日本テレビの主催、福岡放送の講演による自主興業扱いで開催した。1987年7月8日、南海ホークス対ロッテオリオンズのサスペンデッドゲームの続行試合が行われたが、これは、同年5月23日の柏崎市佐藤千野球場。 新潟県柏崎市での試合が雨天などの影響で、日没、スペンデットになったもので、地方球場の場合は、後日別球場での開催が認められることによる処置として行われた。本来は7月7日に予定されていたが、雨天のため順延された。なお、これは、サスペンデットの続きの試合が、地方球場で行われた、唯一の例だった。ただし、 専用球場以外という観点で見れば、1954年の近鉄パールス対東映フライヤーズ戦が中断の前、後とも中日、現、名古屋球場で行われた例がある。また、1984年に稲尾和久がロッテの監督に就任した際、将来的に本拠地を当時の川崎球場。 神奈川県川崎市から本球場に移転することを条件に監督要請を受託したとされているが、実現には至らなかった。1988年9月、南海ホークスが大英に譲渡され、本拠地を大阪球場から本球場に移転。これにより、本球場は10年ぶりにプロ野球の本拠地球場となった。これに伴い使命を得た平和大野球株式会社は、 解散している。1990年、バックスクリーンの左に当時としては破格の大きさだった大型映像装置、ホークスビジョン、ソニー製、ジャンボトロンを設置したが、スコアボードは手動のままであった。1987年末、古代アジアの玄関口とされる、航路間遺跡が、球場の改修工事中に発見されたため、遺跡の発掘を進めるとともに同省。 歴史公園として再整備することが計画された。また、大英も本球場に代わり中央区地業の埋め立て地に福岡ドーム、現福岡や福岡、ドームの建設を進めていた。このため、プロ野球の公式戦は福岡ドーム完成前年の1992年を最後に終了。プロ野球最後の試合は10月1日の大英大、近鉄戦で当時、 大英の新人だった若田部健一が近鉄野茂秀夫との投手戦を1から0で接し10勝目を挙げた。なお、本球場での最後の本塁打は大英の公栄マスタカであった。本球場は福岡ドームの完成後もしばらくは残され、全国高等学校野球選手権福岡大会など、主にアマチュアの公式戦で使用されたが、1997年に老朽化と、 歴史公演整備の本格着手に伴い完全閉鎖され、同年11月24日にお別れイベント、さよなら平和台が開催され、大英対オリックスや西鉄 OB 対福岡市民代表チームの試合などが行われた。これをもって約半世紀にわたって九州の野球界を牽引してきた球場の歴史に幕が下りた。 備品の一部は常日の1997年11月に行われたイベント、さよなら平和大の一環として、各備品ごとに事前申し込み者の中から抽選で無償状とされた。2002年には、西鉄ライオンズ OB 会の有志が、発起人となって、記念碑が混流され、西鉄 OB の玉木春夫が清掃を行っているという、球場解体後も、 外野スタンドや外壁の一部が残されていたが、2005年3月20日の福岡県西方沖地震によって外壁に起立が入るなどの被害を受け、崩落の危険性が生じたため、2007年12月から2008年4月にかけてすべて解体撤去された。なお、撤去工事が終わった後にはフェンスが新設され、福岡市教育委員会が航路館遺跡の説明パネルを設置した。 マイズル公園の敷地内には現在軟式野球専用のマイズル公園野球場がある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。